注意事項。本作品はフィクションです。登場人物の思想は作者の思想とは必ずしも一致しません。本作品は AI 生成の画像を使用しています。苦手な方はプレイをお控えください。タップ。ロボコとラブラブデート、実況プレイ始めていきたいと思います。ロボット彼女とデートする短編ノベル。SF 小説家の上沼誠一は雑誌の企画で最先端のロボット彼女とデートすることになった。ロボット彼女の、なんだろこれ、読み方、ナイコとかかな、のデートを楽しむが、デートスポットを選び、ナイコとの楽しいデートを体験しようって感じの、こんな可愛い女の子とデートするゲームらしいですね。5分から10分ぐらいで終わる。エンディング一つのゲームらしいです。はじめから。わあ、いいね。こういう部屋憧れるわ。もしもし、上沼誠一です。上沼だった。電話の声。月刊 SF の編集部です。来月号の特集で上沼先生に参加してもらいたい企画がありまして。どんな企画でしょうか。実は最先端のロボット彼女とデートというものでして。ほう。それ小説家にさ、仕事くんの、そういうのって。開発中のデート用ロボットとデートしてもらい、その内容を記事にしようか。変わった企画ですね。しかしなんでまた俺に。そうだよね。もっと他にいるよね。上沼先生が連載中の小説も AI やロボットが登場しているでしょ。ああ、そういう感じなんだ。なるほどね。作品の取材も兼ねてということで悪い話ではないかと思うのですが。わかった。その企画に参加しよう。ありがとうございます。それでは日程の方は。そんなことあんだ。デート当日。待ち合わせ場所は中央公園の噴水だ。だな。待ち合わせ時間には少し早いが間に合いそうだ。しかし本当に俺が参加してよかったのか。デートなんぞ長いことやってないし、本当に俺に相手が務まるのか。かわいい。こんにちは。あなたが本日のお相手、上沼誠一さんですか？そうです。いや、かわいい。ああ、俺が上沼だ。私はロボットガールフレンドのナイコです。本日は雑誌の取材とのことですが、仕事のことは忘れて私とデートをお楽しみください。誠一さん、今日は一日楽しんでくださいね。おう、こちらこそよろしくな。ところで失礼な話かもしれないが、ロボット彼女と聞いて、もっと機械のような子が来るかと思ったのだが。あら、もっとメカメカしい子がお好きでしたか？いや、そういうわけではない。ただあまりにも見た目が人間にしか見えなくてな、少し驚いてしまった。私は最先端のデート用ロボットですからね。肌質や髪質の良さは人間に負けてないですよ。すっご、最先端のデート用ロボット、すっご。そうか。ところで誠一さんは普段どのようなお仕事をしているのですか？小説家です。俺の仕事は小説家。主に SF 小説を書いてる。と言ってもそれだけでは生活できないから、雑誌の記事や他のジャンルの小説も書いてるけどな。そういうもんなんだ。SF 小説ですか？かっこいいです。かっこいいと思うよね。私は SF 小説を読んだことがないですが、いつか誠一の作品を読みたいです。呼び捨てにされてる。そうか。ところでこれからどこに？立ち話ばかりしているのも退屈だろ。私は誠一と一緒ならどこでもいいですよ。そうか、それなら。それなら選べるんだ。どこ行こう？図書館行こっかな。いいですね。図書館に行きましょう。図書館に着いた俺たちは、分類番号913のエリアに向かう。なんだろうそれ。女の中で俺の書いた小説があった。ああ、読みたいって言ったから。今じゃなくてよくないってなっちゃう。でも、デート終わりにすって渡す程度でいいんじゃない？だって小説なんてすぐ読み終わんないでしょ。俺が誠一さんの書いた小説ですね。読んでみます。俺も適当な本を選び、ナイコの隣で読む。ああ、そういう時間なんだ、図書室って。図書室じゃねえわ、図書館って。心なしかナイコは緊張しているように見えた。ロボットとはいえ、作者の目の前で本を読むのだよ。緊張するね、それ絶対。もっとも、緊張するのは俺も同じこと。目の前で自分の書いた本を読まれる体験はそうそうない。誠一の書いた小説読み終えました。はい、いや、さすが AI。そうか。私、SF 小説は読んだことないのですが、この本はすごく面白かったです。新しい世界というか、今まで考えたことのない世界を見ました。そう言ってもらえると作者として嬉しいよ。ただ一つ問題があるとしたら、読んだ本の内容だ。この小説 AI によって人類が支配された未来が舞台なのだ。あ、そうなんだ。これを AI に読ませていいのか、変な学習をして人類を支配しようとしないか、そんな SF 小説のような展開にならないことを祈る。どうなんだろうね。そんなん全然わかんないよね。さて、そろそろ昼時だな。どこかにランチに行きたいが、お前は飯を食えるのか？平気ですよ。人間が食べるものなら何でも食べられます。すっごい、どうやって消化するんだろう。そうか。周りを見渡すと、
近くには3つの飲食店があった。さてどこに行こうか。あ、いっぱい選べる。まあこういう時は喫茶店じゃない。喫茶店でランチですか。いいですね。昼食に喫茶店を選んだのは正解だった。フレンチレストランは気取りすぎるし、かといってラーメン屋はジャンクすぎる。あ、そうなんだ。評価されてる。喫茶店でサービスランチを食べ終え、食後のコーヒーで一服した。うわ、美しい。そういえば千一さんは SF 小説を書いてる小説家だそうですが、さっき読んだでしょ。 SF 小説を書いてて苦労していることとかありますか。あ、取材されてる。あ、 AI の子に取材させるってこと。苦労していることか。そうだな。現実の出来事がぶっ飛んでるせいで SF が書きにくいってのはあるな。あ、そういうもんなの。詳しく教えてください。そうだよね、言葉通りにはちょっと捉えづらいよね。時代が SF に追いついてしまう。この問題は今に始まったことではないがな。あ、そうなんだ。1969年にアポロ11号が月面着陸をした日からジュール・ベルヌの月世界旅行は陳腐になった。あー、そっかそっか。今までなかったものに思いを馳せるのが SF なのかもしんないもんね。確かに超常的な能力をさ、自分らが使えるようになったら超常的な能力のさ漫画とかは廃れていくのかもしんないもんね。そういうことなのか。今ではどうだ、民間人でお金さえ払えば宇宙旅行できる時代だ。そうなんだ。今こんな時代に宇宙旅行を書いた作品を書いても陳腐なものになるだろう。受け手の、なんだろう、受け手次第な気はするけどね。そうですね、そうなんだ。宇宙旅行だけじゃない、かつて SF で書かれたアイテムが少しずつ実現している。自動運転する電気自動車、全国民に割り振られた国民番号 A を自動生成する AI、 目の前にいるロボット彼女もその一つだ。なんか神器臭い話になってしまったな。あ、違った、上沼だった。コーヒーも飲んだし、そろそろ行くか。はい。あ、今のでよかったの。大胆だな、なんかポージングが。さて昼食も食べたが、今後はどこ、午後はどこに行こうか。千一さんと一緒ならどこでもいいですよ。そうなんだ。そうか、そう言われてもデートスポットなんてそう多くは思い浮かばない。さてどこに行こうか。どこ行こう。本当にただただデートしてるな。午後どうしよう。まあ、ショッピングモールかな。ショッピングモールですか。行きましょう。というわけでショッピングモールに来たのはいいんだが、ナイコ、何かプレゼントして欲しいものとかあるか。私も欲しいものは特にないですね。それよりも自分が買いたいものを優先した方がいいのではないでしょうか。俺の買いたいものも特にないんだよな。普段の買い物はネット通販をよく使っている。先日大規模なセールがあり、必要なものはあらかた買ってしまった。そうだ、今日のデート記念して二人でお揃いの小物を買うのはどうだ。いいですね。ちょうど目の前に雑貨屋があるので見てみましょう。でもさ、まあ、普通のデートだったら確かにこういうのはテンション上がるかもしんないけど、お互い仕事なんじゃないの。お互い仕事でお揃いとか買うのはどうなんみたいな、そういう感じではないのかな。いいものが見つかってよかったですね。ああそうだな、雑貨で見つけた歯車のキーホルダー、あ、いいね。ロボット彼女との記念品としては最適だった。普通の人が歯車のキーホルダーを買うのはちょっと想像がつかないが、え、そうなの。歯車的な感じのデザインめっちゃ好きだけどね。アンティークっていうかね、スチームパンク的な。今日は楽しかったですね、千一さん。ああそうだったな。ロボットとのデートもやってみると悪くはなかった。デート慣れしてない俺でも楽しい時間を過ごせた。その点ではデート用ロボットとしては優秀と言えた。気になる箇所はあるが、今後運用とともに学習していけば改善されるだろう。またな、ナイコ。ヤイコかな。まあいっか、また会える日を楽しみに待ってます。バイバイ。俺はナイコと別れて家に向かった。その時だった。なになになに、え、なになになに。広場に広がる激しい閃光、その光の中心にナイコがいた。え、なになに。ナイコは電撃に撃たれていた。どういうこと。急展開だな。ナイコ大丈夫か。え、襲撃、電撃を受けて痺れてないか。私は平気です。それよりも、なに。ナイコの目の前には電気銃を持った女性がいた。あ、千一のファンとかなの。千一のファンなの。熱心なファンがいたのかな。どうやらこの女はナイコを撃ったらしい。ち、まだ壊れてないか。当てわけでもなさそう。お前か、ナイコに電気銃撃ったのお前か。ああそうだよ、機械の女を殺そうとしたのは私だよ。どういうこと。私たち人間は機械に仕事を奪われて、芸術を奪われて、
今度は恋愛さえも奪うつもり。ふざけんな。いや、どうなんだろうね、それって。人間様か何もかも奪うなんて、そんなの許さない。いや、そうなの？議会の女なんか、私が壊してる。だってお前がさ、ない子一人をさ、一人って言っていいのかわかんないけど、壊したところで何も変わんないぞ。ナイコ逃げるぞ。は、はい。俺はナイコの手を取り、握り、走る。あの女からナイコを守るために。俺のことはどうなっても、どうでもよかった。人生で初めて守りたい女だと思った。ナイコのことは俺が守ってやる。熱いな、主人公。運がいいことに近いところに、交番があった。電気銃を持った女は警官に取り押さえられ、そのまま逮捕された。ロボット彼女、電気銃で撃たれる。このニュースはテレビやネットでセンセーショナルに取り上げられた。後に女は人間の尊厳を守る会に所属していることが分かった。ああ、でもそういうのはあるのか。そういうのは起こってくるのかな。議会に恋愛を奪われたくないという犯人の思想はメディアに乗って世界中に伝えられた。でも奪われるのかな。実際、奪われないんじゃないの、さすがに。その思想はある程度の賛同を受け、一部から熱狂的な支持を受けた。そうなの。いや、仕事を奪われるとかはさ、わかるけどさ、効率的に単純作業とか、そういうのって、やっぱ機械がやった方が早いみたいな。そんなんもうだいぶ前から言われてない。もう、ね。そんな、言ったところでじゃない？人間の尊厳を守る会は話題となり、勢力がさらに大きくなった。こういう会がさ、本当に世界を動かすことってあるのかな？批判の矛先はロボット彼女を開発した研究所に向けられた。人類から恋愛を奪う人類の裏切り者。だってそんなこと言ったらさ、何でも治せる薬を開発してしまったらさ、医者が俺らの仕事をなくしたのかって言って暴動を起こすってことでしょ。でも何でも治す薬のおかげでいろんな人が救われるのに暴動を起こしてしまうんでしょ。まあ確かに医者だった人たちはもう仕事がなくなってそいつらがみたいになってしまうのかな。でもなんかなんとかなんねえのかな。だってか必ずしも完全に仕事がなくなるとかそういうわけではない気もするけどな。だって恋愛だってそうだよ。機械の彼女が好きな人もいれば機械の彼女が好きじゃない人もいるんじゃない。顔がいい女の人が好きな人もいれば性格重視する人もいるわけだから、そんな言ったらキリない気がするけどな。でも世の中の顔がいい人たちを全員殺さなきゃ私たちは恋愛の自由を奪われたみたいな。極論は、極論言ったらそんくらいになっちゃうんじゃないのか。研究所には日々批判が届き、ついに放火未遂事件さえ起きた。これ以上の研究は困難となり、ついにロボット彼女の開発は凍結された。その流れでロボット彼女に関する雑誌の記事も没となった。人間のお気持ちが機械に勝った瞬間だった。ほー。そういう話なのか。いや、むず。おまけの前に、ちょっと、全ルート見てみようかな。せっかくならカラオケ行こうぜ。いいですね。カラオケに行きましょう。歌えるの？あ、かわいい。アイドルじゃん。カラオケに来たのはいいが、お前は歌を歌えるのか？めっちゃこんなノリノリでマイク持ってるやつにそんなこと言うの？バカにしないでください。私歌うのは上手で、うまいですよ。私の歌声聞いてください。あ、流れる。流れてる。なるほど、確かに歌はうまいな。しかし音声合成ソフトの楽曲をロボットが歌ってるのはどこか不思議な感覚だ。そしてこのカラオケには AI による採点機能がある。機械の歌をロボットが歌い AI が採点する。これは機械のユートピアだ。確かに、そこに人間の俺だけが取り残されてる。あー、確かになんかぼーっとしちゃうね。どうでしたか？私上手に歌えたでしょうか？うまかったよ。ああ、いい歌声だった。面白い体験だったよ。ありがとうございます。じゃあ酷評されてたけどラーメン屋、ラーメンですか？いいですね。へい、ラーメン2つ。あはラーメン食ってる。すごすご。どうかしましたか？ナイコはラーメンを食べるのが絶望的に下手だった。あ、そうなの？まあ、確かに箸の持ち方がえげつない。どうやってこれ食うの？あ、ほんとだ。割り箸なんか2個ぐらい使ってるしね。絶望的に下手。でも、こぼしたりしてないから、
そんなんではない。箸の持ち方とかそういうレベルではない、確かに。初めてラーメンを食べる子供ではもう少しマシな食べ方をするだろう。このラーメン美味しいですね。まあ美味しいならよかったよ。魚介系のスープに桜エビの香味油の風味が加わり美味しいです。ああ、食レポしてる。その食レポ、まさかネットの口コミサイトから取得したんじゃないだろうな。そんなことないですよ。私の味覚センサーで分析した結果です。そんな機能がついているのか。味覚センサーより先にラーメンの食べ方を学習させるべきだと思うんだ。まああんまないのかもしれないもんね、ラーメン食べる機会みたいなのが。俺の方は周囲の目が気になって味がわからなかった。強いて言えば麺がもちもちしていたのだけは覚えてる。じゃあ海に行こうぜ。海ですか、行きましょう。俺たちは都心から離れた海辺にやってきた。ロボットの電車賃の扱いで駅員と揉めたが、その話は割愛する。あ、そうなんだ。え、でも電車代とかそういう汽車の方が出してくれたりするんじゃないの。綺麗な海ですね。ああ、そうだな。水着を持ってきていればよかったですね。そうすれば泳げました。でも午後の海だったらもう結構冷え込んできちゃうんじゃないの。初デートで水着ってのは少し早いと思うかな。ところで、機械の体で海に入っていいのか。海水で錆びたりしないのか。確かに。大丈夫ですよ。私は最新のロボットなので、海水に浸っても大丈夫です。あ、そうなんだ。そうか、最新の技術はすごいんだな。よし、水をかけちゃいますよ。えいえい。お、やったな、お返しにこだ。これやるやついるよね。きゃ、海辺で過ごすささやかな楽しい時間。俺たちは夕方まで海辺で遊んだ。平和。あーで、さっきのルートに戻るのかな。エンディングは変わんないって書いてあったんで。電撃走るの。あ、オッケーオッケー、了解。じゃあ、そうだった。映画館行こうかな。いいですね。映画館に行きましょう。俺たちは映画館へと向かった。ちょうど俺の見たい映画を上映していたので、二人で見た。セクシー。いちいちセクシー。善一さん、面白い映画でしたね。そうだな。100日後に死ぬサメ、それが映画のタイトルだった。何か面白いと言っていたが、ネット上のレビューは概ね酷評だった。まあそういうクソ映画を見るのが俺の趣味なのだが。映画はあまり見ないのですが、最近のサメは空も飛ぶんですね。そうだな。まるで初めて映画を見るような感想を言うない子に微笑ましさを感じた。俺は多くの創作物を見てきたせいで作品を素直に楽しめない。ああ、そういう感じになったりすんのかな。作品に新鮮さを感じるない子を羨ましく見ていた。まあ確かにね、いろんな作品を、まあ映画とかもそうだけど見たら、ああこれってなんかこの映画に似てるなとか思って展開が予想できちゃったりしたら、一番最初に本当に何の映画を見ずにその映画見た人に比べたら全然斬新さとかないもんね。むずい話だよね、そんなの。じゃあフレンチレストラン。フレンチですか、いいですね。デートで見栄を張って高級レストランに行って失敗する話はよく聞く。だがまさか俺がその立場になるとは思わなかった。え、だってこれ経費で落ちないの。この料理美味しいですね。そうだな。フレンチレストランなんて聞いたことがなかったが、やはり値段が高い。ディナーと比べれば昼間のランチコースは安いが、それでも結構なお値段だ。こんな店デートしないと来なかっただろうな。というか皿の上に乗ってる料理は何なんだ。なんだろう。茶色いのは肉料理だが、黄色いのはなんだ、パスタ、じゃがいも。どちらもフレンチには似合わない。あ、そうなんだ。そういうもんなんだ。じゃあ植物園。植物園ですか、行きましょう。植物園では特別展をやっていた。世にも珍しい希少な植物を展示しているという。あ、すげえ、いいイラストだな。何これ、バルーンみたいな。おい、これは展示していいものなのか。どういうこと、いいものなのか。いいものだろ。何らかの規制に引っかかるんじゃないか。どういうこと。ああ、そういうこと。こらこら、そんなこと言わない。その隠し方はやめなさい。原本、それが珍しい植物の名前だった。あ、そういう植物があんのかな。変な想像してしまったわ。こちら側も七色に光り輝く世にも珍しい植物。その太く立派な姿から子孫繁栄のシンボルとされたらしい。なあ、そろそろ他の植物を見に行かないか。そうですか、私はもうしばらく眺めていたいです。そうか、なんで。ああ、最悪だ、なんでこんな場所に来たのだろう。帰りたい、一刻も早くこの卑猥な植物から離れたい。そっか。
まあ確かに変な空気感にはなりそうだよね。じゃあ、おまけ見て終わろうかな。おまけ。うわ、怖っ。語弊を恐れずに言おう。俺は人間が嫌いだ。ああ、そうな。特に人間の女とは付き合う気が起きない。今まで俺が見てきた女を思い返す。国鉄時代の鉄道に没入する重度の鉄道マニア。真珠こそが真の愛だと信じて疑わない読書好きの女。うわあ、めっちゃ、そうか、すごいな、それは。優しく全ての存在を全肯定するように見えて、その裏では他人を搾取対象として見る女。とてもじゃないが付き合う気が起きない。まあね、いやむずいよね。だって付き合った人がどんな人なのか、まあおおよそはわかるけど、本当に本質的にわかるのって付き合って何年か経ってからだもんね。めちゃくちゃむずいよね。先ほど挙げた女が特殊すぎるなら普通の女とはなんだ。いやそうだよね。だからそんな珍しいですねとかは言わないけど、だってどのぐらいの割合でそういう人たちがいるのかもわかんないし、普通の女性がどのぐらいの割合いるのかもわかんないもんね。普通とは何なのかってなってきちゃうし。普通の女が男に求めるものはいろいろとあるだろうが、一番は金だろう。女にとって男は都合のいい ATM でしかない。同じことが普通の男についても言える。結局のところ男が女に対して抱く感情は性欲でしかない。汚い性欲から実った果実、それが繁殖。繁殖して子供を育てて、成長した子供がまた繁殖する。この無限ループを繰り返す生物の本能には嫌気がさす。語弊を恐れずに言おう。俺は人間が嫌いだ。特に創作活動を人間に与えられた特権だと思い込んでる人間が嫌いだ。特に AI 生成が普及してから、この種の尊大な勘違いをする奴が増えたように思える。まあなんか、これについてめちゃくちゃ議論してる人って一定数いるもんね。単純に AI 生成のクオリティが低いから嫌うのはまだいい。無断転載サイトを元に学習した AI の著作権的な問題を指摘するのも一理ある。だが反 AI 派の意見を見ているとどうも人間は機械より偉いという思想が見えてならない。なるほどね。創作活動は人間に許された特権的な行為。機械ごときが創作活動するな。このような発言を直接見たわけではないが、どうもこのような思想がクリエイターの間で広まってるように思える。まあその道を突き進んでる人からしたら、少なくともそう、なんだろうね、少しはそうやって思ったりするのかもしんないね。ふざけんな。人間は特別な存在ではないし、特権階級ではない。人間だから許される、 AI だから許されないというのは道理に反する。少なくとも AI 生成のイラストよりは、お前が描いている R18 の二次創作イラストの方が法的にアウトに近いぞ。法律を理解せず、お気持ちだけで AI を規制するような人間に対しては嫌いというお気持ちを持って対抗する。語弊を恐れずに言おう。俺は人間が嫌いだ。特に創作活動を行わない人間が嫌いだ。自分では何の作品も作らず他人が作ったコンテンツを消費するだけの人間は特に嫌いだ。ある種の読者は、作品を感情でしか読めないらしい。すなわち登場人物に感情移入して共感する読み方。ああ、めっちゃ俺これだと思う。主人公をまるで自分の生き写しかのように思い、主人公の周りの出来事を自分の出来事のように読む。そういう読者多い。いや、そう読んじゃうの。その一方で共感できない主人公に対しては強く拒絶して、低評価をつけて読むのを拒む。ああ、なるほどね。ふざけんな。100歩譲って低評価をつけるのはいいが、共感でしか作品を読めないようなやつに、自作品を読んでもらいたくない。自分とは立場も思想も異なるキャラクターの生き様を知れるのが創作物の魅力だろうが、確かに。とはいえ主人公を共感できるキャラクターにするのは創作論としては正しい。俺もプロだ。少しでも多くの読者をつかみ、一冊でも売れる本を書かなければならない。作者の趣味に特化した独りよがりの本ばかり書いては生活はできない。そういう作品はアマチュアが趣味で書けばいい。人間が嫌いなのに人間に消費されるための創作物を作っている。まあその人間が嫌いなお前も人間だしな。物語を感情でしか理解できない連中を金づるにして生活費を稼いで、この事実を再認識するたびに自分の仕事に嫌気がさす。ほー、いろんなこと考えてるね。そんなことを考えてるうちに夜が明けた。俺はいつものように小説の執筆をしていた。新連載の火星へ向かう宇宙船での男女を描いたラブロマンス。宇宙船を舞台とした人間参加であり、憎たらしいほどに人間本位な物語だった。その時ドアが開く音がした。おはようございます、円一さん。あ、ナイコ。あ、おはよう。朝食の準備ができました。一緒に食べましょう。
ああ、わかった。すぐに行く。現在ナイコは俺と一緒に暮らしてる。なぜ？わ、めちゃくちゃ美味しそう。フルーツ苦手だけど。例の騒動でナイコに少しの故障があったが、それはすぐに修理された。だがロボットに対する反発が強くなった今、もはやロボット彼女としての仕事はできない。いろいろあった末に俺のところへお迎え、という形になった。今日の朝食はなんとパンケーキですよ、やった。なるほど、たまにはこういうのもいいな。ロボットとの同棲もやってみると悪くなかった。むしろ人間嫌いの俺には機械の女と暮らすのがちょうどいい。ナイコは人間と違って裏表がなく人間の汚いところがない。特に物欲や性欲などの欲望がほとんどないのが魅力的だ。ところで身勝手なことを言って申し訳ないのですが、なんだ。またいつかみたいに二人でデートできたらいいですね。当分は無理だろうな。今はまだロボットに対する風当たりが強い。え、でも分かんなくない？分かるもんなのかな？そうですよね。今朝も工場で機械が壊されるニュースが流れていましたですしね。ああ、そっか。でもナイコちゃんのことを大切に思っているなら、少しでも危険に遭うかもしれないところには連れて行きたくないか。まったく、どうして人間はこうも愚かなのか。とにかく外に出るのは危険だ。外出はしない方がいい。その代わりいつまでも俺と暮らしてくれ。わ、プロポーズしてる。いいですよ、千一さんといつまでも一緒ですよ。ラブラブだ。ナイコ愛している。あ、愛している。ああ、なるほどね。まあ確かにね。こういう世界になるかもしんない。ラブラブデート。なるかもしんないもんね。でも別にそれはさ、だって、今も別にそんな変わんないもんね。なんも変わんないもんね。いや、まあ変わってはいるのかもしんないけど。だって好きなものなん、好きなものも好きな人も人それぞれだし、そういうものが好きだっていいもんね。別に。まあ。あんま難しいし、特に気にもしてないから、特に言いたいこともないんだよ。まあ AI がすごい活発になってきてるけど、まあ便利になるならすげえと思うし、 AI が描いてるイラストが美しいなら美しいと感じるし、もう何も変わんないんだよな俺は。だって見て美しいと思うものが偶然それは AI が描いていたってだけなんだもんね。 AI、偶然その仕事が AI だったとか、そういう話だもんね。 AI が創作した小説がすごいって思ったら、それはすごいことだもんね。 AI だからとか人間だからとかではない気がするけど、まあ難しいですよね、こういう話は。というわけで、いやでも素敵なお話だったな。気になった方はぜひやってみてください。